どうも、ゴルフの三田です。いつもありがとうございます。今回はドライバーショットは右手を使えというテーマでお届けしていきたいと思います。よくこのゴルフのスイングにおいては右手は使わないというような情報を皆さん耳にしたことあると思うんですが、右手は使わなければいけません。右腕全体です。これをとにかく積極的に使うことによってボールを飛ばすことができますので、ぜひこの動画を見ていただいて正しい知識をつけていただき、ボールを遠くへ飛ばせるように頑張って練習してみてください。私三田は4000名の方が概要スクールで普段レッスンさせていただいてます。本当に皆さん日々努力、皆さんの頑張りは頭が下がります。そして動画を見てくれている皆さん、いつもありがとうございます。ゴルフの楽しさどんどん伝えていきますからね。それでは早速いきたいと思います。右のこの手を、腕全体です。とにかく使うんです。どう使うのか、それは肘を折りたたみ、そしてそれを一気に伸ばしていく。そして伸ばした時にさらに回す。これが重要になります。この右の腕が全く使われないでスイングをしていくと、全然勢いがつかないんですね。右の肘を折りたたみ、そして腕が回転することによって、ボールが飛んでいくんです。ですから右の腕を使わなければボールはいません。じゃあどう使えばよいのか。それは右の肘を折りたたんだ時に、ちょうど肘の位置が地面の方に向き、そして高さは肩の高さよりもちょっと低いぐらいのところまで上げていきます。実際はそこまで上がらないんですが、感覚的にそこまで上げるということです。ですのでこの脇を極端にこう締めてしまうと体がくっついてしまいます。もしくは腕がこんな風に低くなってしまいますので、これは正しくありません。バックスイングでは肘は下に向きますが、ここはちょっと空きますので、トップの位置まで右の肘をぐっと折りたたみ使います。そして振り下ろすときに、ここから腕の動きで下に向かって下ろして、そこから肘が伸ばされて腕を左側に回していきます。その時に右の腕の動きがないと、こんな感じでスライスボール、そして弱々しいボールになってしまいますので、右の腕の動きを積極的に使って、振っていくことによって、非常にシャープに力強く伸びやかに振り抜いていくことができます。このテコの働きを最大限に使うことが重要になります。その動きを担っているのがこの右腕になりますので、それを積極的に使ってスイングをしてみてください。この積極的に使えと言っているところで、最後に一つのポイント、重要なポイントを皆さんにお伝えします。それはグリップを握るときに小指を使わない、絡めている人もいると思いますが、右手の小指を使わない時点で握力が半分ぐらいになります。ですから積極的に腕の動きを使ったところで対して力は入っていません。小指を使わない時点で力は半分まで落ちてますので、半分の中で最大限に使う。それでもうすでに対して使われてないということになりますので、自分の意識としては右の腕をしっかりと折りたたみ、それを一気にバッと解放していくように、そして腕を左側に回していくことによって爆発的にクラブヘッドは加速してくれますので、ボールが遠くへ飛んでいくということになります。正しく知識をつける、これはどういう意識で、そしてどういう状態でボールを打ち抜いているのか。右の腕を使うといっても、先ほど最後に申し上げたように小指を使わずに握っている時点で対して右手は使われてないんです、ね、右手としては頑張ってますよ、右手として頑張れ、そういう思いでやるんです。ですが全体的に入っている力は左手の方が強く握られることになります。なぜかというと、左手は小指をちゃんと使って握るからです。右手は小指を使って握らないんです。それによって力の差は最初からついてますので、その中で右手頑張れ、そういう意識でやっていただくと、自然に力の配分が均等ではないですね。ちょうどいい適正になっていきますので、ぜひその考え方を正しく持ってスイングに挑んでみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。